を直接見に行って、まあ、その感想を別動画としてあげようかなというふうに思ってます。なんでこっちの方が旅動画よりも先に上がると思います。よろしくお願いします。こちらはですね、ほぼノーカット編集で、というか多分ノーカット編集です。いつもみたいにですね、マインドマップを使いながら説明っていうことが、日程的に厳しいため、今日はですね、運転をしながら、帰り道すがら、説明を、まあ、少し喋っていきたいなというふうに思っております。で、今走ってるのは関越道なんです。で、この後、ちょっとですね、大栄ですか、ジャンクションで圏央道に行きますけれども、そんな話はどうでもよくて、鹿島の話だけをします。ここから先は鹿島の話だけです。まずですね、今日の試合前半かなり鹿島としてはきつそうだなっていう風に見てました。まあ、連戦の影響もありますし、まあ、脳の中で、ね、もう替えが効かない状態になっちゃってて、大卒1年目なのに体力的に厳しいだろうなって思ってたら、まあ、やっぱり前半脳の、まあ、知念はいいパフォーマンスをしてましたけども、やっぱり相手にとってボール、こっちがボールをつなごうとした時の取りどころになっちゃうみたいな部分は正直ありました。ただ守備の部分ではめちゃくちゃ頑張って、対人も、苦にせず戦ってくれてましたんで、鹿島としては結果がついてきたんじゃないかなというふうに思います。一方でこう鹿島としてやりたいことっていうのが前半できたかって言われると、ちょっと難しい部分が、センターバックが持った時にサイドバックにつけるみたいなボールが増えてしまったこと、相手は5バックで構えてるのにロングボールを蹴るという選択肢しかなかったことですね。もう少しボールを持つ時間帯を増やしてあげれば、まあ、チームとしてそこまで疲労せずに戦えたんじゃないかなとは思いますけれども、結果として後半3点を取って、チームの主力、前での選手たちですねを、温存できたというのは素晴らしい点になるかなというふうに思います。結果としては、3対1で勝利になります。鈴木優真の2ゴールとチャブリッチの1ゴールでございまして、結果はついてきたんじゃないかなというふうに思います。ただ最後の失点の部分、もったいない部分ではありましたけれども、まあ、ちょっとねディフェンスラインとしてはうまく崩されてしまった部分ですね。で、まあ、これ何が原因なのかっていうのが、まあ、横から見てただけで具体的には分かんないですけれども、テレビで見た方がその辺は分かりやすいです。ピッチの上からとかね、2階とかから見るとよく分かると思うんですけど、選手の動きが、1階のね、カテゴリー2から見ていました。で、見ていた感想ですけれども、うまくワンツーで崩されたなっていうのと、山田が、相手の山田ですねがスルスルと入ってきたポケットに入れてしまったなというのが感想になります。で、鹿島のゴールに関しては3ゴールとも素晴らしかったなというのが、1点目コーナーキックの崩れからですね、得点をすることに成功しました。1回崩れた後のもう一度クロスが上がって、チャブリッチの折り返しにユーマでしたね。素晴らしかったと思います。ああいう緩いボールチャブリッチ勝ってくれるので、関側の、いつの試合だったか忘れちゃいましたけど、モローカから関側に上げて、クロスを上げた試合時みたいな感じで、クロスがいい、ふんわりとしたクロスが上がってました。チャブリッチにとっては競りやすかったボールなんでしょう。で、中で合わせたユーマも素晴らしかったです。で、2点目、こちらも素晴らしかったのが、どっちが2点目だ、早川のロングパスが2点目だったのかな、ちょっと忘れちゃいました、どっちがどっちだったっけ。ですよね、早川がパントを蹴ってユーマにつないでチャブリッチっていうところで、全部点でつながったようなゴールでしたね。早川が落としたところも素晴らしかったし、チャブリッチが走り込んだのも、あれは完全に走力の賜物ですね。足の速さがあそこまで走り込めたのが要因の一つです。で、ユーマのクロスも左足で溜めながら
クロスを点で合わせたような形でしたね。線というよりは点ですね。1枚しか中にいなかったので。でユーマの3点目ですけども、あれはね、名護のキックが良かったですね。やっぱりいいところに落ちて、あ、これを蹴った瞬間決まるなというようなところにボールが落ちました。でユーマが綺麗に合わせてゴールです。というような感じで、結構鹿島としてはいいゲームができてたんじゃないかなと思います。で現地で見た感想としては、やっぱりテレビで見るよりも、あの仲間隼人が裏抜けしてる回数が多いなっていうのがあって、ボールが出てこなかったです、今日は。あんまりでも何度もチャレンジすることによって相手のディフェンスラインを押し下げたりとか、相手のディフェンスラインがやりづらそうにしてるのは見えてたので、あれは仲間隼人のを起用する利点の一つかなというふうに思います。で樋口のセットプレーですけども、やっぱり今年チャンスになってないです。正直いいボールが上がってきません。1本だけこれが合えば点入ったなっていうクロスがありましたけども、それ以外はちょっとあのコンディションの部分なのか、ボールがの質なのか、ボールいつもと、まあ、去年調子が良かった時のボールと変わってますんで、今年はそのボールが樋口にとっては合ってないのか、もしくは、まあ、他の部分で調子、自信ですかね、をなくしてしまってる。なんであそこが合ってくるようになれば、あの樋口を使うメリットっていうのはめちゃくちゃあると思います。名護は逆に今年ボールが合ってるのかコンディションがいいのか分かりませんけれども、セットプレーでも2つ目のアシストです。樋口の方が蹴ってる回数多いかもしれませんけれども、もう2つ目です。ということを考えると、やっぱり名護の、キックの質みたいなのは貢献度高いかなと思います。今年結構頑張ってプレーしてるのも 見てますし、名護がいいつなぎ役になるプラス裏抜けして、得点を狙うような形が見えてますんで、今年、チャンスあるかな結構っていう風に見てます。最後にですね、まあ、感想としましては鹿島かかってよかったなっていうところもあります。そこが一番です。正直まあ、どういう順番で動画が上がってるか分かんないんですけども、まあ、やっぱりね、鹿島がこう勝つところを見れないと、4時間、まあ今日1日8時間以上、9時間ぐらいの移動をしてます。9時間の移動を考えると、鹿島が勝ってくれないと、あのお釣りが来ません。辛いです、正直この移動距離っていうのはね。でもね、勝ったんで良かったです。最高ですね。あとはね、お酒が飲めれば最高なんですけども、お酒は飲めないんで今日はお茶で我慢します。あとは何か喋ることがあったかなと思うんですけど、思い出したらその都度撮ります。ただもうこれで撮ることないかもしれないので、一応ここで一旦区切りとして、多分動画が上がってるんじゃないかなと思いますんで、さよなら。また、アントラーズの試合の振り返り、湘南ベルマーレ戦はやるかもしれません。多分やると思います。湘南ベルマーレ戦じゃない、柏レイソル戦やると思いますんで、ぜひ、コメントとまたいただければと思います。まあ、ざっとね、見ただけで振り返りになってるか微妙ですけど、すいません、日程的な問題です。じゃあね、さよなら、バイバイ、また会いましょう。